皆さんこんにちは。今回は、YouTube にアップされている奇妙な人形アニメを紹介します。よくある、人形を動かしながら撮影するストップモーションアニメなのですが、衝撃的な内容になっているのです。このようなリクエストをいただきました。YouTube にアップされている奇妙な動画を調べてほしい、というものです。まずは映像をご覧いただきましょう。動画のタイトルは、Play with me、私と遊ぼうという意味です。部屋の中に、可愛らしい人形が立っており部屋にあるものが光ります。これらの道具を人形が選択するようです。まずはティーセットを選択したようです。お湯を汲んだ後、再びティーポットが光ります。すると突然、床に叩きつけ割ってしまいました。衝撃的なのはここからです。なんと女の子が破片を持って目をこすり始めます。徐々に目が真っ赤になっていき、映像が暗くなって終わります。次に、割る前にシーンが戻り、再びお茶を入れようとテーブルへ運びますが、持っているものがおかしいのです。おそらく洗剤か何かでしょう。人形は、お茶と洗剤をカップに入れてしまいますが、ここで2つのコップが光ります。すると、洗剤が入ったコップを飲み干してしまい、倒れます。また同じように画面が暗くなります。このように、女の子の人形が不幸な目に遭う内容を淡々と流している映像なのです。中には、女の子がひたすら手を変えて血を流すシーンもあり、見ていてかなり不快になる映像です。この映像は、昔ニコニコ動画にアップされていたものらしく、リクエスト主さんはこれを見てトラウマになってしまったようです。この映像を見ていると、ところどころで周囲のものや女の子が光るシーンがあります。まるで、選択式のゲームのように見えます。映像は、ゲームのように、光っているものを選択することで、女の子の行動が分岐していくということを表現しているのでしょうか。しかし、残念ながら結末は全て悲惨なものになっており、一体どういう目的で作られたものなのかは不明です。この映像について、誰が作成したものなのか調べてほしい、というリクエストをいただきました。今回は、この奇妙な人形アニメについてできる限り調べていきます。懐かしいですね。私もニコニコ動画で見た記憶があります。女の子が淡々と痛々しい行動をしていくので、見ていてちょっと怖いです。人形のアニメーションなので、この映像を作った人物がかなり気になりますね。YouTube にアップされているものは2008年のもので、今から14年も前の動画になっております。概要欄を見ても特に情報はなく、この動画自体もどこからか転載してきたものだと思われます。YouTube のコメントを確認したところ、作者についてのコメントが見つかりました。コメントには、上記の2名が作成したもので彼らは他にも作品があると書かれています。まず、バンシーについて調べてみると、オーストラリア出身の写真家の方のようです。バンシーのホームページには、二人の名前が記載された作品がいくつか掲載されており、やはり人形を使った作品を多く公開しているようです。現在も活動中のようで、2022年の作品もアップされていました。次に、イソベル氏についてですが、この方はビジュアルアーティストとして活動されているようです。現在も、この二人で組んで創作活動を行っているようで、メルボルン国際映画祭で公開する作品を依頼されるほど有名な方々のようです。さて、作者について判明しましたが、今回の Play with me はいつ、どのような意図で公開された作品なのでしょうか。Play with me について調べてみると2005年に投稿された日本語の記事を発見しました。こちらの記事では、掲載元と思われる URL が紹介されており、どうやら作者の一人であるバンシーのホームページ内で、公開されていたものだったようです。ですが、すでに作品を見ることはできなくなっております。紹介文を見る限りだと、単なる映像というわけではなく、
視聴者がクリックして進めていくゲームのようなものだったみたいですね。最初にお見せした映像で、何度かアイテムが光っていましたが、これをクリックすると女の子の行動が分岐していくみたいです。分岐の内容がこちらです。結構分岐が多いですね。しかし、なぜ女の子がこのようなことをするのかは不明です。もしかすると作者のホームページに何か書いてあるかもしれません。調べてみましょう。調べてみると、作品リストの中に Play With Me も掲載されていました。もともとは2002年のメルボルンの現代写真センターで展示していた作品だったようで、説明文にはこう書かれています。子供の遊び場に入り、座ってください。小さな女の子が現れます。あなた自身の責任で彼女と関わってください。どうやら、写真センターに展示されていた時はこのような感じで、訪れた人が実際にプレイすることができたようです。中にはパソコンとモニターが設置されていますが外から見ると、女の子が部屋の中にいるように見えます。おそらく、部屋の中が子供の遊び場であり、中に入ってプレイヤーが女の子の行動を、自分の責任で選択していくというものだったようですね。プレイヤー自身の選択によって女の子の行動が悲惨な結末を迎えてしまうということで、プレイした人々がその意外性に驚く仕組みになっているのでしょうね。作品の意図としては、プレイヤーに予想外の仕掛けを用意して驚いてもらう、というところでしょうか。確かに、この雰囲気でやってみると、なかなか作品として面白いかもしれませんね。というわけで、YouTube にアップされているこの不気味な人形アニメについては、2002年にメルボルンで展示されていた作品です。作者のホームページで公開されているものでもあり、動画バージョンも配布されているので、その動画が YouTube やニコニコ動画に転載されていったのだと思われます。いかがでしたでしょうか？今回の動画、見たことがある人は多いかもしれませんね。私もかなり昔に、ニコニコ動画で見た記憶があるのですが、当時は不気味だと思ったもののそこまで調べはしませんでした。女の子が洗剤を飲んだりするシーンがありなかなかヘビーな内容ですが、確かに見た人はトラウマになりそうです。他にもこのような不気味な動画がありましたらぜひコメントで教えてください。